東京コレクションのファッションショーを見に来ました。渋谷のヒカリエではファッションウィーク期間中に様々なブランドのショーが行われています。今回はショーを見る方に2パターンのショーの見方をご紹介します。前回まではアマゾンが東京コレクションのスポンサーだったのですが、今回から楽天がスポンサーになり、名称が楽天ファッションウィークに変更になりました。まずはネットなどで配られるインビテーションで見るショーの見方からご紹介します。一番一般的な来場者は会場の外に並ぶことになります。私も並びました。約1時間並んだままです。そしてやっと会場に入れてもらうことができました。会場になんとか入れたのですが、立ち見席でした。私はここからさらに立ってショーを見ることが体力的に辛かったので帰ってしまいました。立ち見でもショーを見ることができる体力が欲しいです。とても残念です。会場の外に出るとインフルエンサーでモデルのリンリンと電波組の相沢梨沙さんがいました。東京コレクション会場にはたくさんの有名人がいます。そして次にご紹介するのが封筒で来る招待状をもらっていく場合の見方です。会場の外に並ぶことなく入ることができます。このショーの場合はもらったシールと同じシールの座席に座る方式でした。会場にお客様が入り座るまで時間がかかります。音楽とともにショーが始まりました。ファーストルックです。最初は花柄やフリルを使ったガーリーなコレクションでした。次はまたイメージが変わり、カジュアルなコレクションです。プロレスラーの武藤さんもモデルで登場しました。そしてフィナーレは、世界的なモデルのヒデカさんの登場に客席から歓声が上がりました。ヒデカさんは10年間パリコレで活躍されて、1991年にモデルを引退された70歳を超えられている伝説のモデルです。本当に素敵で会場を圧倒していました。そして最後に全てのモデルの方が登場しました。こちらの3人がデザイナーさんです。アキさんとクズさんはずっと前からの知り合いです。ショーが終わると観客は興奮冷めやらぬまま外に出ます。会場の外では飲み物を配り、小さなパーティーをしています。今日見たショーのブランドはガッツダイナマイトキャバレーズでした。少し懐かしくてフレンドリーで、デザイナーさんの人柄を感じさせる楽しいショーでした。概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひ見てください。ファッションショーの会場、渋谷ヒカリエの外にはカメラを持ったファッションスナップを撮る取材人がたくさんいます。記者は気に入ったファッションの人がいると呼びかけて写真を撮ります。そして会場近くで写真を撮ることになります。撮った写真はこうやってファッション媒体に掲載されます。今日もご視聴いただきありがとうございました。
この Vlog を気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録いただけますと本当に嬉しいです。これからも東京ライフ Vlog をぜひよろしくお願いいたします。